おちとくまちゃんありがとありがとう。今日本見たことあるでしょ、このカーテン。私のお家だよ。もうとっくの前に帰ってきてるよ。もうね、リハだからね、ずっと。なんかもう朝も早いから、もうメイクするんだったら、もう睡眠時間 なるべく寝ようと思って、もう最近は全然メイクしてない。朝早いし、私は結構普段行かないところ、遠くで結構その実寸でできるところでやるから、結構遠いところまでお出かけしないといけなくてね。エスカルゴの方ですか？ 間違ってないけど、そうだよ。エスカルゴでーす。いや、唇の色がない。いやーもうね、ノンストップだよ、卒業する日まで。この間4日に私の卒業のあれをと思った。あ、なんか思いを届けて、誰からかな 思いを届けてきた、ありがとう。思いを届けで、ありがとうは残酷か。思いを届け、届いたよ、ありがとう。それさ、何それ、誰か分かんない。それを送るとどんなスタンプになるんだ、なんだそれ。 卒業前はみんな、いや、人によるんじゃないかな。でもずっと聞いてて、3日に10周年みたいなものを何かしらの形で、まあ、10はね、なんかやらないと思ってて、ずっと聞いてて、まあ、なければ自分の3日、4月3日を自分の卒業公演にしちゃいたいかなって。ちょうど自分もね、10周年だから。ギリギリまで分からなかったけど、でも10周年を迎えたメンバーで、卒業公演、前日できることになったから、自分を翌日にしました。まだあるんですけどね、他にも。まあそんな感じでいろいろあるので、もう3月めちゃめちゃ忙しくなっちゃった。 やばい、覚えきれるかな。ちょっと、まあ、コンサートはもう、まあ、そうやっていろいろお時間とってやらせてもらってるので、まあまあいけそうって感じだけど、それ以外のものでちょっとね、覚えることが山ほどあって、汗汗して今が 頑張ってんの。 やばいやばいやばい。ハガレンさんはいつから始まるのかわからないけど、でもそんな終わってすぐ始まってしまったら、本当に本番終わるまでずっと働いてるね。まあでもあんまりね、ゆっくりした時間欲しいなと思うけど、意外とない方がいいのかもしれないしね。考えちゃいそう、時間ができたら。まあでもどっか旅に行くのもしたいなと思ってるから、どっちでもいいや。頭パンクしちゃいそうだねって。今は大丈夫だけど、コンサートの分は
忘れてもいいよってぐらいになったら大丈夫になると。まあこのね AKB 独特のこういう世話しさとかも、もうまあ最後だから全然、もっと大変な時もあったしね。ごめんね、そんな顔をなんか飾ってなくてちょっとね、なんかもういいやとめんどくさくなっちゃった、すまん。これ周りはホワイトデーかな、かわいいね。実家ね、あ、私の、まあそれはだってねまだ卒業してないから、それはね。明日ね、土曜はカラフル、今までも結構メンバーね出さ、あ、うん、そうね、いろんなメンバー、ミュウも前で言ってたのかな。明日12時からなんかスタッフさんの中に AKB というか代理って言ってたかな、多分記憶が確かであれば。そうなんか応援してくれてる方がね、女性の方いらっしゃって、土曜はカラフルのスタッフさんの中に、もう明日のものは収録もう終わってるんだけど、その時にね作ってくれたなんか VTR っていうのかな、もちろんその収録の時に初めて私たちも見させてもらったんだけど、いやめちゃめちゃいい映像を、ミュートの映像をね作ってもらってね、すごく嬉しかった。あれもらいたいな、嬉しかった。だから見て、その VTR 見てもらいたいやっぱプロが作るやつすごいなって思った。いやめっちゃ愛感じた、すごい。あれ12時だよ。旅のお土産、あ、自分にはそんなに買ってないかな、なんか誰かに買ったかも。結構スターバックスのタンブラー、わかんない、オリジナルかどうかわからないけど、すごい可愛いのがあったからね。あ、もっと買ってた、ちょうど目の前にあった、お代理とお揃いで買った二人で可愛いって思ってこれ可愛いでしょ、わかんないか。ケンタッキーのパッケージのメイク道具、アイパレット、珍しくない、日本では見たことなくて、私と誰がこういうのかなんか分かるって感じしないこういうの好きでさ、かわいい、こういうのマックとかも出さないのかな。メイク道具、後ろにこんぐらいカラーがね載ってるんだけど、まだ袋から開けてないんだよね。これサンプルでお店に置いてあったやつ、めっちゃかわいいと思って買っちゃった。うん、もう見た目で可愛くて買っちゃった。あ、でも色の名前もなんかしゃれてた気がする、リッチ、ジューシー、ソルティ、スパイシー、ホット、スイート的な、かわいい。ペッパーかなこれ、
いや、公式だよ、絶対。こんな堂々とね、おじさまの写真使わないでしょ。おだよ、あ、ほんと？おだよ見せちゃって。ジューシー。確かに日本でもね、なんかとコラボしてるね、なんか州上村あたりで出しそう。よくコラボしてない？お腹すいた。私は今日もねリハーサルしてた。リハーサルして、あとお声をかけていただいてもらっ、お声をかけてもらっていたので、舞台を見に行かせてもらってました。新宿で見てた。もうずっとリハーサルだって、で土日とかはもう券が売り切れてるから、もう本当に今日しかなくて、さあ見てもささっと帰ってきましたね。ご飯16時ぐらいに食べてたんだけど、なんかもう帰ってきてこの時間になっちゃったから、もう頑張って我慢しようと思ってる。え、びっくり、ほんと。なんかインドネシアに行くまでめっちゃさ時間あったしさ、めっちゃゆとりがあって毎日すごい平和だったのに、帰ってきてからとんでもなんかすごいスケジュールで、まずさね、インドネシア8時間かかって、そっからすぐにさで本当はねもっと早く帰れる予定だったんだけど、ちょっとなんやかんやありまして、まあそれはね、一日長くあっちにいられたのは幸せだったんだけど、でもそのおかげで飛行機で寝て、それですぐにリハーサル行ったのはちょっとしんどかった。私いない間にもフリーで進んでるから、はい通しますって言っても全然踊れてなくて、もうなんか全体で捉えてるけど、ちょっと仁王立ちしてみた。いなかったもんと思って、でも、もうね、その時はもう本当に立ち位置重視って感じだった。でも今日完璧になったからね、私も完璧だよ、もうね輝いちゃうんだから。そう、気まずかったけどね、振りが入るまで。ちょっと分かんないけど、一立ってみようの回だったから。そんな時に限ってメイキングが入ってたりしちゃったね。おっとって、メイキング入る日間違ってないかって、間違っても私を映すなよと思いながら頑張ってた。仕方なしだよね、仕方なし秋元康ですよ。ニンニンのことツイートしてて何？いいこと？やめてね、なんかちょっと悪い感じのやつは。いい感じのやつだったらちょっと喜んで。え、ごめん、タワーちょっと、ごめん、夢中になって気づかなかった。探せー、タワーを探せー。あ、ガッキーじゃん。くまちゃん、ありがとう。Thank you。 え、待って、ごめん、タワーも投げてくれてるじゃん。え、めっちゃありがとう。インドネシアにおりましたね。本当にね、日本から来てくれたファンの人も見て、本当にめっちゃ嬉しかった。ありがとう。心強かったですね。待って、あと一人見つけられないよ。
れ？え、見つけられないんだけど。あれ？あ、嘘？あ、2本も？え、どうしたの？なんで？誕生日じゃないよ、私今日。なんで？じゃあみんなでガッキーすごいってみんなでコメント書こう。え、本当になんか申し訳ないんだけど、え、めっちゃありがとう、すみません、なんかありがとう。あら、みんなすごいって言ってくれてるよ、やったね。みんなすごいって、ほら、やったやった、みんなすごいすごいって言ってくれてるよ。バンドンタワー、ジャカルタタワー。インドネシアすごい楽しかった。やっぱりね、1日延期して、その前日とかも、ライブがある前日とかも、ご飯食べたり、リハーサルが終わった後もショッピングモール行ったり、次の日は遊園地行ったりして、すごい楽しかった。いや、この期間でちょっと私成長して、富士急今行けるんじゃないって思ってきた。私が乗ったね、ぐるぐる回りながらぐるぐる回るやつ、あの一回転するやつ、全然タワーオブテラーより怖くなかった。なんか遠心力で全然こう浮遊感というか、あの三半規管グーってくるやつ全然なくて、わー逆さまになってるぐらいの、え、だからめっちゃ私お便り側で撮ってきてくれたんだけど、ずっと手触れるぐらい余裕があった、この私がだよ、すごくない？いやー、いや、それで勘違いしちゃってる自分がいる、あれで、え、私意外とああいうのいけるんかみたいな。成長成長。楽しかった。ライブをやったところも、でも本当にすごい人たちが集まってて、あの数が、私たちの前にもその他の海外のね JKT とかもいたし、グループ人たちがライブもやってて、曲もあのヘビロテもかぶっちゃったんだけど、でもなんかすごいいいなと思った。なんかミックスももちろん日本語でしてくれてたり、その私たちじゃない時にもファイブオーワイパー、どんな言葉かちょっとよく分かってないんだけど、ファイブオーワイパーという言葉、あの普通のあのいつもよく聞いてるトラヒー腎臓のやつも言ってた。ファイブオーワイパーってなんだ、365日とかもね、みんなね歌ってたの。え、私の記憶が確かでは日本語だった気がする。でもみんなはさ、そういう感じじゃないじゃん、ライブでは。ちょっとなんか違う見方じゃない、もう大合唱だったの。もちろん応援してたり、メンバーが好きでっていうのもあるかもしれないけど、でもなんかそのパーセンテージ的にこう本当に音楽そのものをこう楽しんでるっていうか、そういうのが個人的にはそういう風になんか楽しんでいるのかなって感じが伝わってきて、温かさがあって素敵でした。
んか私のあれが間違ってるのかもしれないけど、日本だとやっぱりみんなこうベクトル強くてこう一人にそれが向いてるっていう感じがするのね。なんかファンの方の中でもその界隈とかはきっとあるかもしれないけど、でも個人戦って感じがする、すごく。うん、そうそうそう、その一人の人への推しへの愛がこう強い、一途にっていう感じがすごいするの日本だと。でも今回行った時行ってすごいなんか AKB の楽曲を楽しんでるんだなって思った。みんなで合唱したりとか、なんか違う温かさ、愛の向き方があって、またこっちも違っていいなと思った。まあ確かにもう箱推しって、その言い方を箱推しって言うと、じゃあ AKB は箱推しじゃないのかみたいな感じになっちゃうから、あんまりそうは言わないけど、もしかしたらそれが合ってるのかもしれないけどね。あっちにアンチとかあるのかな、いるのかな。あ、でもそういうとこで言ったらちょっと、あの応援してくれてるファンの人はみんな優しいしあれだけど、もしかしたらそういうね、まあアンチって呼ばれてる人たちは結構日本だとなんか非情さを感じる気がする。みんなのことじゃないよ、もちろん。ねえ、でもなんかきっと普段のね生活とか会社とかではすごいそういうこと言わないで頑張ってね、人に優しくあろうあろうっていうストレスがこう爆発してしまってるのかもしれないね。わかんない憶測。普段すごい頑張ってるんだよきっと。でもね、ついにこう誰にももう向けられないその負の感情がちょっとね漏れちゃう時があるんだろうねきっとね。まあ誰にでもあることだそれは。普段の頑張り見てほしい。私と会ってない時の会社とかの、じゃあポストしちゃおう、ハッシュタグつけて、今日の僕、今日の私、今日の通勤スタイル、パシャ。私のこと優しいって言ってくれるの。そんなこと、そんなことないけどね。いやでももし、もし仮にね、仮にそうみんなそう私のこと優しいって言ってくれて、優しかったとしたら、でもそれはもうなんか芸能人としてダメな気がする。やっぱなんか尖ってないとダメだなってすごい思う。ちゃんとこう自分のあれをね、チューンとこう突き、こうなんていうの、これをね通せるようなその強さがないと。なんですよ、ちゃんと強さがないとね。泣きそうになって全然全然大丈夫大丈夫、今は泣きそうになって。でもなんかリハーサルとかはセレモニーとか関係なしに、まあでも卒業するからなのかな、なんか研究生とかが頑張っ、めっちゃ頑張ってさ踊ってたり、なんか今じゃ私たちがあまり涙しないことでこうそういう姿を見たりすると、なんかそういう姿を見ているだけで私もうるってきちゃう、すごい思う。
ろうね、この年齢だからなのかな。多分10代の時とかには全然そういうの感じなかったけど、今はすごい思う。でもそれは後輩だけじゃなくて先輩でも、先輩、まあ、まあ、今はネタバレになるから言えないけどさ、この先輩と先輩のこの、このあれがそれぞれのなんかヒストリーみたいなものがあって、なんかそういうのが曲中の中だったりすると、うわーいいなーと思ってうるうる来たりするよ。もちろん自分たちのあれでも、でもさ、まだリハーサルあってさ、何回も何回も同じ曲やるのにさ、毎回泣いてちゃあれだから、頑張っておちゃらけてる今は。ガチモードでやると本当にさ、めっちゃ泣いてしまうから、今はねちょっと深く考えないで、そういうムードにならないようにふざけてる。それはダメだよ。いやもうだからさ、絶対さもう無理なの、耐えられないからさ、涙を流しても落ちないファンデーションを知りたい今。メイクの話、もう思いを届けってすごい熱い思いが、ありがとう。あ、もしかしてさ、このさ水色くまちゃんを投げてくれるとこのあれが発動するのかな。コリンくんありがとう、届いた届いた、ありがとう。めっちゃアイドル、ありがとう、 Thank you。 そうだよ、もう1ヶ月ないんだよ、4日だからね。でもその間にね、その大事な写真集も発売したり、大変だよ、やることいっぱいだよ、もう。だってそれもさ、みんながいろいろ特典付きのやつ買ってくれたから、一つ一つ一筆一筆愛情をたっぷり込めて笑っちゃうと嘘くさくなっちゃうじゃんね。しっかり感謝の気持ちとね、愛を込めて書かせていただきます。イメビ出してほしい。イメビって何？サイン書き大変そう？まあ大変かもしれないけど、でも今までの人たちがさ、写真集出すときにさ、いっぱい写真集積み上げられてる中でさ、あーってやつ、私もちょっといよいよ私もあれを経験できるんだと思って、そういう楽しみもある。もうね、映えスポットだと思ってるからね、うん、楽しみ。いやでもね、もちろん今発表されてるあのカバーもいいんだけど、いや私はもう本拍子がね、まあ、それもきっとあのシュープレ様でね、あの見ていただけると思うので、手しびれた。ちょっと今おかしなところでやってるんだよね、椅子の後ろに椅子を置いて座ってやってるから、ちょっと変な体勢になってて、すごい散らかってて今片付ける時間なくて。ねえ、やばくない？いや初心集もさ本当に嬉しいなって思ってるんだけどさ、この私がだよ、いやほんとシュープレ様に出ることなんて一生ないと思ってたんだけど、しかもそれが初めてのシュープレがさ、その写真とかこうグラビアというジャンルで乗るっていうことに関してね、表紙ってさ、レイジやばくない？大変だよこれは。
私も私も、もうこれがいいっていうものもここでも私の意見を尊重してくださり、いやもちろん初出しの写真ありますよ。初出しっていうかもう初めて出すものしかないんじゃない、あれ、うん、載せられなかった、ごめん、載せられなかったものってあるし、なんなら載せたかったけど載せられなくて、別の意味でね、載せなかったものをそこに出させてもらってちょっと解消してるみたいなところもちょっとあるよね。いろいろ細かくちょっと難しいところがあるんだよね、写真集だと。私はここにこれ入れたいんだけど、でも構成的にとか、まあいろんなちょっとちょっちいろんな事情があって載せられなかったみたいな、まあ出すんだったらアザーか何かかなみたいなので、あーこれ載せたかったのになっていうのも、そうちょっちそっちにもね掲載してもらえそうですよ。でもわかんない、このみんなの好きと私の好きが一致してない可能性もあるから、プロの意見、まあなんだろう、私の今後のすごい、あの事務所、自分のね、あれも考えてくださってるから、今後のこともだから、ちょっと今この写真を出すのはっていう。でもあれは確かにちょっと出さないで、うん、ちょっと私の携帯の中だけにちょっとしまっておきます。でも私も3回ぐらい持ち帰ってやっと冷静になって、確かにこれはうんって思った。お、5冊を買ってコンプリートを目指すと、わあビッグラブだね。嬉しい、めっちゃ嬉しい。そういうポストカードとかも、もう本当に本誌の中で使われなかったものみたいなの中から中心に選んでるので、みんな何、どこが好きなんだろう。やっぱでもベッドの上で系がすごい好きさ。女の子とかはあれかな、夕焼けバッグに撮ったやつとか好きそう。偏見ですよ。え、違う違う、ベッドイコールじゃなくて、写りが、自分の顔の感じとか色っていうのかな、お上品にこう撮ってもらった、あの感じとかすごい好きそう。私がめっちゃ好きだった。ああ、ほんと、ポストカードの、ああ夕焼けのやつ、あれもすごい好きだった。私もたしかに全ページ見ないと何とも言えないよね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ポーズとか自分で決めてるの？でももちろん基本的にはそうだけど、でももっと綺麗に写るようにもう少しこうしてみてとかは、あの撮りながらこうレクチャーっていうか、その自然の流れで言ってくれて、それでいい感じになったり。でも自分でも本当にあの中村さんが撮ったっていう写真集の中で、自分が、あ、これ好きだっていうのを3冊ぐらい持ってって、あの夜眺めてた。私も撮ってもらったらこういう風になるのかなとか思いながら
めっちゃうっとりしてた。うん、水着も自分で決めた。撮影行く前に一回、まあ、会議じゃない、自分でもなんかこんな感じの着たいっていう衣装の写真をバーってかき集めて、で衣装さんに送って、でそのテイストとかそういうのを、それに合わせた衣装を候補をもう何十着って持ってきてくださって、普通の衣装もこのお洋服も水着も下着ランジェリーも一つの色でもこう 4,5 種持ってきてくれて、その中からもフィッティングして、もう実際にカメラマンさんとかも来てくださって、その時にで実際に来てこんな感じっていうのを見せて、だからそう沖縄と日立だったから、東京じゃないから持っていくものをね選出しないといけないからね、だからグラビアとかってこういう風に進んでいくんだと思って、もう私なんか勉強になった。今までそういうの経験したことなかったからね。でも終わってからも、撮影終わって帰ってきて、まあ、すぐ握手会だったじゃない。でその後もすぐに主演者さんの方に行って写真のチェックをして、これは使わないかなみたいなものもどんどん弾いていって、自分がこれがいいですっていうのを本当何万何万言ってた写真の数、その中からチェックしてこれがいいなみたいな。で一番これがいいっていうのも星5つぐらいつけて決めて、で本当にプロのそういうデザイナーさん、写真集に関するそういうデザイナーさんがこう流れをこう作っていって、旅ので、私がこれがいいっていうのもそこに組み込んでくれて、でももうそろそろ本当にさ、お今吸ってるんじゃない、作ってるんじゃない、今楽しみ。やめてね、工場爆破とかやめてね、みんな今やってるんじゃないのかな。で今まさにそう、もうそろそろサインを書いたりするからね。え、うわー、なんかおおって感じだね。いやでもまず、あ、シュープレも今作ってんじゃないきっとね。写真集の前にまずはシュープレ、コンビニとかに出てくるよねきっと。やばい、信じられない。あ、そうなの、シュープレもう完成してると思うよって、なんかその道の人っぽい感じのこと言ってるシュープレで鍛えておきますそんな感じ。あーね、電子版もあるみたいな。スープレは3月18日コンサートの次の日。スープロです、スープレでストレッチって言ってる来週じゃない、なんか一回お休み挟むんだって。18日だから、そうそうそう、もうちょっと。コンサートのグッズではない、もちろんそれはねあ、でも一つコンサートでそのね売ってもらえそうなも、写真集関係ないけど AKB の方のグッズで売ってもらえるものもあるのでお楽しみに。
という間にその日が来たね。でもね、本当に覚えきれるかなって感じで頑張ってる卒コン、まあ卒コンっていうか全然セレモニーだから、そんなコンじゃないけどね、私のやつはね。今日のりんちゃんも可愛すぎる。これで本当？いやー、鍛えられてるわー私の喜ばせ方を知っている。まあでも確かに今日に関してはずっと帽子かぶってたから前髪がぺちゃんこになってて、まあまあ確かに前髪はいい感じかもしれない。自然でいいだってわーいでもちょっと外してて髪、あ、みんなにとっては長く見えるか。今何もつけてない。ネイルもすごくボロボロだし、今ね全部ボロボロ、時間がなくてメンテナンスに行けなくて、来週あたりにね、一気にね綺麗にしてもらっちゃうよって、髪も伸びちゃったりして、私のいつものスタイルに戻りたいと思います。いやでも楽、本当にシャンプーがね秒で終わる。シャンプーも髪乾かすのもすんごい早く終わる。それに助かってる。心のメンテナンス、私病んでると思われている？全然元気だよ、全然いらないいらない、大丈夫。ルーフはちょっとしばらくしないかな。もうちょっと大人になったらもう髪短くするかも。今はちょっと長いのが好きだな。インドネシアって何、そんな元気だなって分かんない。もう私と同じ、それで帰ってきた直後は結構ね、なんかうわおお疲れた眠いなって感じでずーんとしてたんだけど、逆に今私たちめっちゃ元気よ。分かんない、おだりは違うかもしれないけど、ハイになってる多分。意外とイケてる。眠いなとは思ったりするけどね、朝は結構ねしんどい最近。あーって起きてもうあと10分後とかにはもう落ちてないかみたいな、もうレッスン着選ぶのめんどくさいよっていう感じなんでシュンケルって言葉が出てくるの？お題言ってたシュンケル出たそれまさかここのコメントで出ると思わなかった。お代理が言ってた？それ、楽屋でお代理が言ってたんだけど、シュンケル初めて聞いた。なんかね、ユンケルっていうあの栄養ドリンクあるよね、それとシュークリームを一緒に食べるとすっごく元気が出るんだって。でもユンケルの悪口を言ってるわけじゃないんだけど、なんかそういう時に飲みやすいっていうイメージが私にはなくて、ユンケルがなんか苦いお薬っていうイメージがあるから、その組み合わせはちょっと美味しくいただけなそうだなと思って、ちょっとでも飲んだことがないからね、わかんない。でもなんか話題らしいよ、よくわかんないんだけど。でもそれに頼らないといけないほど今元気がないわけではないから大丈夫なんだけど、でもなんかなぜだかユンケルの中でも一番高い感じのやつが今家に1本ある。
なんか誰かが私が体調崩した時に買ってきてくれたんだよ。でもなんか逃がそうと思って手を出さずに終わって何年も放置してる。さすがにやばいかな、日付やばそう。わかんない、飲んだことある？私はなんか飲んだことない気がする。ラストコールの時ってだからそんな困ってないんだった。私元気はあるのよ全然。私は何が欲しいって時間が欲しい。そんなこと言ってるんだったらショールーム終わりにすりゃいいじゃんってなるけど、たまにはこういう時も欲しいよねみたいな。早く写真集見たいよって言ってくれてる、嬉しい。あともうちょっとだからね、先長いなと思ったけどもうちょっとだわー、嬉しいな。最近はさ、この時間に帰ってったから配信したいと思ってもできなかったんだよね。あ、でもよかった、ちょっと今日はね早めに終わったから。そんなわけで約束も果たせたし、ほんのちょいゆっくりできる時間もできたので、助かったぜ。そう、カセソンもありますからね、私19日に。そうだからね、このコンサートのリハプラスアルファでカセソンのリハーサルもしなきゃだし、覚えることもあるので、わおっていう。まあそんなものはね、みんなここでねいろいろ抱えているのでね、だからって偉いとかそういうことじゃないんですよ。だからもう4、3、まあここでちょっと頑張るやつやって31、30なんかってちょっとね27みたいなね、みたいなね、その辺ちょっとね頑張りますっていうね。4月になったらよく言えな、でもセリフとか覚えないとやばそうだな。多分ね本当のこうゆっくりできるみたいなやつは7月だと思う。7月が私のもう本当のもうお休み期間だと思ってる。そこまで頑張る。先だね。普通にひらがなえーんで泣けるな。試練だと思ってる、頑張る。じゃあさ、みんなはさ、一回 AKB の話離れるよ。 AKB 関係、私のこと以外で
楽しみにしてるなんかプライベートの用事って何？なんかそういうの聞くと幸せになる。なんかご飯食べに行くとか、ここに行くとか。お、北陸の旅行、おーいいねー。寝る、あ、いい、それもいい。ユニバ、おーユニバもいいねー。ポーカーの世界で、え、マジで言ってるの、おーすごいね。えー、かっこよい系もある。プロ野球の試合見に行く、あ、いいね。私もね、スポーツ観戦ほん行きたい。野球とか見に行きたい。アメリカ旅行行くの？今めっちゃ高いって言うもんね。おーすごいやんいいな、いいじゃんいいじゃん。月一の親友さんと出かけ、いいね。私も親友に明日会う、会えたら。ラグビーいいね。ドル高いね、本当だよね。だってさ、私たちインドネシア行く前に空港でご飯食べとくかって長いしって思ったら、やっぱりさ値段がさすっごい高かったもん。もう空港でもうなんかやらしいよね、もうさ、そうやってさ、もう海外はこうだからちょっとこれでもいけんじゃねみたいなさ、日本人もいるよみたいなね。あれはちょっとさ、私もう出られないんだから空港の中なんて、もう買うしかないじゃんっていう。喜んで払って美味しく食べたけどさもうずるいんだから。美味しかったな、しかし、はい、喜んで払いました、食べたかったから。もともと空港は高いにしてもじゃない？あっちのね、日本食もなんか日本食を食べたいっていうより、日本人、あ、違う、海外の思う日本はこうみたいなお店の作りが面白いっていうか興味深くて。ゴージャスなの。なんかこっちのお寿司屋さんとかだとさ、高いとことかと、なんかすごい質素な、いい意味でこう無駄のないこう飾りというか内装というかさ、みんなでショッピングモールに行った時に、ジャパニーズってこうじゃねみたいな感じの。もちろん日本の方が携わってるあれなんだけれども、シェフの方とかもあんまりここにこうあれ置かないよねみたいなさ、もう派手で、もうそれを見たくてあっちでもお寿司を食べたりしたちょっとそれは後で写真載せようと思ってるんだけど、でもやっぱり結構こっちで見るご飯屋さん多かった印象だな。あのうどん屋さん、丸亀製麺もあった、吉野家もあった、吉野家も食べた、吉野家もね、もちろんあっちのご飯も食べたんだけど、面白くて、インドネシアだとどうなってるのかなって、それが面白くて気になって行った。焼肉ライクもあったよ。私も焼肉ライク行ってみたいんだよね、日本でも。どんな感じ、一人で焼肉できるんでしょあれ。今4番目ぐらいに行きたいかもケンタッキー、マックとか、ローソンあったな。その辺はね、世界でどこでもあるけど、ローソンあったのびっくり。え、行ったことある？気になるな。虫の屋はお肉とかは
なんか日本と同じだけど、ご飯がやっぱりちょっと強かったね。お米がちょっと細めって感じ、パラパラってした感じ、美味しかったな。うん、浜松町のライク行った。そうなんだ。私さ、秋葉原で見た気がする、焼肉ライクあるよね。行ってみたいな。あ、値段はね、それはね、あんまり日本と変わらなかった気がする。むしろちょっと安かったかな、ご飯関係は。うん。ゴーゴーカレーあったっけかな。あ、でもあった気がするかも。面白いよ、なんか比べると日本と。吉野家でタピオカ売ってた。タピオカとなんかもっと派手な揚げ物がいっぱい乗った丼とかもあって、それと一緒に食べてた、みんな。ラーメンどうだったかな。でもそういう麺系はね、あっちのあれのなんか有名なのがあるんじゃない。だって遊園地の中にも好き、吉野家とすごい進出してる。ライブ会場もさ、ステージがすごい大きくて、なんかモニターみたいなのもね、横にすっごい広がってるからね、すごい。あれ、ライブ終わった後もちょっとわがまま言って、周りに出店みたいなのももうすっごい出てたから、もう会場を囲うようにこう企業のなんかあれもあったりしたんだけど、現地の方がこう出してる出店っていうのも大量にあって、いや、そこで食べたライチのかき氷とかポテトとかね、すっごく美味しかった。そう、なんかずっと行きたい行きたいって2人で騒いでて、危ないからダメだよって断られて、で楽屋でおとなしくしてて、そしたらすごいなんかすっごい強靭なこうすごいね、がたいのいいめちゃ強そうなボディーガードの方が4人ぐらい来てくださって、私たちのことを手をつなぎながら囲んでくれて、そのままその場に囲まれながら私たち外に行かせていただきました。申し訳ない。もうそれがもうありがたいんだけど、もうこんな私たちにそんなボディーガードの方を使わせてしまって申し訳なくて、おかしくておかしくて、もう笑いが止まらなかった。どうしてこんなスーパースターのような扱いを受けているんだ私たちと思って。だから多分さ、もちろんその私たちのことが知ってて好きでって言ってくれて写真撮ってくれる人もいて、でもそんな扱いをしてくれるものだから、日本から来たとんでもないスーパースターって思った、多分私たちのことを知らない現地の方も、まあ、ちょっとなんかすごい人たちらしいし声かけてみようかなみたいな、あの写真一応撮っとくかみたいな感じの、もうそれがさ、おかしくておかしくて、ありがとうっていう、もう嬉しいしね、感謝だし面白かった。えっ、バカにしてるんだけど、おかえりスーパースターはやばい、バカにしてる。
声かけてもらってわ嬉しいと思ってはいって振り向いたらもうそれがツーショットの図になってたりとかしてた。あらーと思って面白かったな。でもなかなか挑戦的じゃない、この海外に2人という、まあ、3人は経験あるけどさ、ゆいゆいと山田と3人で行ったんだけどさ、まさかのね2人っていう。でも2人だったからこそいろいろこう自由が利いて空き時間に遊びに行かせてもらったんだろうなと思って、行くまでめっちゃ不安だったんだけど、去年の映像こんな感じですって言って会場のイメージを教えてもらうのに映像を送ってもらったら見てもとんでもない人の数で、すごいやばいってビビっちゃって、私お代理がいればもう何でもいけるっていうか、すごい安心感もある、信頼もしてるし、まあね、10年一緒だったってのもあるから、もうすごいもう代理さえいれば安心と思ってたけど、もうそれをそんなすごい映像見せられて、うわちょっとやばい、2人でのこともう全部曲ももう絶対的に盛り上がるやつにしようっていうもう全部準備してって、衣装ももうパッと見 AKB みたいな、もうそんなものになって、まあ私ね、ああいうのって、まあ、私たちはさ、そのお仕事のあれで行くからこう前もってビザをみたいな感じで行くけどさ、だから飛行機とかも前もって取れてたけどさ、きっとねみんなはこう急に発表されて飛行機だってねすぐに取らないってなったら結構厳しいかなと思ってたのに、多分来れる人はいないだろうなと思ってたから、忙しい時期なんでしょみんな。私自分もね卒業の写真集とかも出すってなったらさ、あんまりみんなに絶対来てなんて言えないしさ、いや本当にもうファンの味方もこうもちろんあの敵って言ってるわけじゃないんだよ、あの現地のねファンの方のことを、自信がなかったの。そうだよね、私たちはこうねアテンドしてくださる方がいて、語学も不便があったらね通訳してくださったりとかそういうのあるけどね、一人では全然いけない、ハードル高すぎだもんね。だから今までも海外で来てくれた人たちほんとすごいなと思ってね、だし今回もこんな急だったのに来てくれて、もうずっと心の中で照りまかしいだったよもうね、今度あったらまたねゆっくりね感謝をお伝えしたいです。そう本当日本から人多分4人ですって来てくれた方がでもすごくない、すごいよね、こんな急だったのにさ、本当にありがとうすぎる。ちょっと今度会った時ちょっとその話したいですもん。ああそうか、劇場公演なんて、そうだね、直前登録発表だからね難しいよね海外の方とかなるとね。いや飛行機今高いよ本当。直
行便とかもねすごいもんね。乗り継ぎとかだとまあちょっと割りかしまあ抑えられるけどね。いやーでも私座った席がね窓側だったの。いやーさーまあその、まあ、深夜帯に出たそういう便だ その時深夜帯にこう移動するみたいな、着いたら朝にだよみたいな便に乗ったんだけど、ドイツに行ったの時は窓側開いてなくて、でもそんなに人もいなかったから、あの通路と通路のに挟まれた真ん中の席で一人で使ってたんだけど、ドイツ行った時は。だから全然ね窓の景色みたいなそういうこと意識してなくて、寝る時もそのなんか4席ぐらい使えたの。4席もそんなバーって使わないんだけど、そこに足乗せてとかして使ってたんだけど、でも今回物側だったからね、夜ね星がすっごい綺麗に出てるのを、今まで飛行機乗ったけどさ、めっちゃ今までで一番綺麗なものを見て感動しちゃった。星ですごく感動してしまった。私めっちゃ泣いちゃった。私飛行機だからさ、下あの地上から見るのとはまた違ってさ、すっごい星に近いところで見れるわけじゃない。で月も大きく見えて、信じられなかった。あれ綺麗すぎてびっくりしちゃった。でもやっぱカメラには映せなかったんだけど、その中の光とかが反射しちゃって、もう本当に私のこのここにしかないんだけどさ、めっちゃ綺麗だったの。本当に泣いちゃった私。プラネタリウムだった。ドイツの時も見なかった。知らなかった、聞いてなかった、そんな綺麗だなんてね。肉眼違う。綺麗なものっていいですねってね、いいよね、ほんと心がこう洗われる感じがするよね。ドイツまた行きたい、行きたい、平日に行きたい。私が行った時土日だったのかな、お店が全然やってなくてですね本当はもっと楽しみたかったんだけど、とぎちゃんお店やってないっていう俺を知らなくて。でも朝食とかすごい楽しかった。私がいたレストランもなんかもう分かりやすくウインナーポテトビールって感じだった。もちろん当時は私はお酒飲める年ではなかったし、まあ、今でもビールとか飲めないんだけれども、飲めないというか飲んだことないからって感じだけど、私が行ったそのお店のソーセージはたまたまこう私が得意ではない感じのやつで、結構辛めなのかな、ハーブ過ぎたのかな、ずっと黙々とねポテトを食べてた記憶仕事だからビール飲むじゃないビールはなかなか、ワインとか日本酒とかだとすごい好んで飲むけど、ポテトポテト、
次はどこに行きたい。でも今やっぱり帰ってきたばっかりだからさ、もう一回行きたいなと思ってる。ジャカルタ行きたい、戻りたい。今まで自由時間なんてなかったんだよ。あっても 1、2時間ショッピングモール、ほんと団体でみんなでゾロゾロみたいな感じだったから、あんまり自分の意思が反映されてないというか。それもすっごい楽しかったんだけど、知らないからこそこう有名なとこに連れてってもらって、いやーでも本当に、あ、こんなに自由に少人数で行くとこんなに自由聞いて楽しめるんだと思ってさ、まあそりゃそうなんだけどさ、日本からは4人で行きましたね。メイクさんとマネージャーさんはいなくて、今回普段のダンスとかを教えてくれる人がいて、で語学もこう堪能で、そうマネージャーさんはいなかった。なかなかね、私たちは、お代理と私は、まあ、よくね、まあ、活動とかでもそうだし、まあ、一緒にいる中だけど、初めての組み合わせだったから面白かったな。まあ、先生っていう感じだね、先生。ゲームセンターも楽しかった。VR これつけてゾンビと戦った。進んでる。私があまり日本のゲームセンターに最近行かないから知らないだけかもしれないけど、見たことないハイテクのなんかこうゲームみたいなものがたくさんあってめっちゃ楽しかった。お代理が VR でやってる動画めっちゃおもろい。なんかずっと叫んでたゲームコーナーにいたあっちの方がなんかカメラ回してくれて、あ、そうこうやって鉄砲、鉄砲なんか銃みたいなの持ってやってるやつ、危ねえ。ウィンクの銃だ。あとはシンガポールと。台湾、スイス、でも結構もうそういうともうヨーロッパだよね。もう今持ってるお金全部出してもいいくらいヨーロッパ一周旅行したい。なくなってもいい行きたいなと思ったとこだって全部ヨーロッパなんだもん。行きたいよ、オランダも行きたい。そう、あ、そう、スイスめちゃめちゃ行きたい。オーストラリア私行ったことないな。アメリカ？グアムだけだね。ハワイ行ったことない。なんかりんちゃんは将来外国に住んでた、どんなイメージ私こんな茨城茨城行ってるのにそうなっちゃう。外国に住むの私イタリア夢、パリ
行きたい。そう、クラブ運動会、チームメートでみんなで行ったやつ、楽しかった。それも地元茨城で撮影したいと思う。した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 よ。海で撮ったよ。海とホテル。ま、海の色とか砂浜の感じで多分、あ、これは茨城だなってわかると思う。なんか怖いこと言ってる人がいる。そうなんだ。分かった、頭に入れておくれ。なんで、なんか失敗したんかな。スイスの温泉が有名。え、知らない、それ。あ、そうなの。それはなかった。あー、そう、ベイカナーズさんではないけど、あれ、でも曜日的に無理だったんかな。でもちょっとね、行けなかったね。でもプライベートで行きます、もうベイカナーズ様は。早く早く、オリオチーズのケーキとトマトのモッツァレラのパスタ食べたい。はじめまして、おかがタイプです。こりゃ大変だ。みんな聞いたか、今のコメントは見たか。もう全力でプロモーションしないといけないよ、これ。知ってますか、私写真集出すんですよ。私のお顔が好きと言っている、そんなあなたに、見て見ててください。今あの私のファンの皆さんがですね、ここに全部書いてくださるんです。今注目しててください、このコメント欄。僕もタイプです。仲良しになっちゃった。プロモーションしてもらおうと思ったのに、なんか友になりそう。写真集とぼけてる。サボんないで。とにかくエロいです、だって。じゃ、写真集じゃなくて、私の、まあそれも大事なんだけど、顔以外のこう私のいいところ、好きポイントとかさ、 DVD 出して、私への要望を書き込む時間ではないんですよ。 DVD 出してて、 DVD って何すればいいの。アンダレみたいなことを永遠としてればいいの。じわじわくるな。空気が読めるところ。え、空気が読めるところって好きになるんだ。え、それは何か、何かを見てて、わあ、りんちゃん今空気読んだ、好きってなるってこと。すごいね、そういう好きになるパターンもあるのか。覚えとこう。それで私も、あ、私今空気読んだからファン増えたわってなるわけね。なるほど。違う？違うか。そうか。違ったか。意外に乙女。意外にはいらない気がしたけど、OK。いいでしょう。センスがいい。おー、いいですね。まあ、欲しいね。そういうのもね。りんちゃんの欲しいください。本当に私の欲しが欲しいのか、NG ワードを入れてしまい、
表示されなくて星になってしまったのか。ヌル様が似合うとこヌル様、ヌルさん別にいろんな人がやるわけとかそういうのじゃないんですけどね。実はサッカー少女だったところ、リフティングアホほどできないけどね。もうサッカーやってたって名乗っちゃいけないぐらいリフティングできたことないマジ、まあ、練習もあんましたことないんだけど、私5回続けばいい方だよ、リフティング。多分今もできない。私フォワードとキーパーやってたからね、思えば私が二刀流の先駆者だったかもわからないよ。すごくない？どっちが好きなん？今思えばどっちも嫌だったな。なんかもうちょっと働かなくても大丈夫そうなポジションが良かった。まああんまり役立たずだったからそのポジションにされた説もあるけどね。人数がねちょうどよかったからね、ベンチになることはあんまりなかった。でもね、ほんと今だから言える話、まあそんな誰も気にしないと思うんだけど、本当に合宿が嫌で嫌で嫌で、なんか膝ちょっと痛いなーってすっごく嘘ついて病院行って本当に大したあれじゃないのに合宿サボろうって頑張ってた最低でも小学2年生が考えることなんてそんなもんだよね。嫌だったんだもん、だって暑くて辛くてみんなが強くて役に立てなくて。一回さ、なんか同級生が思いっきり蹴ったボールがお腹に入っちゃったことがあって、私の、あの場所取りが悪すぎて、すぐに保健室に運ばれてうわーってなっちゃった時があって、なんかそれからトラウマになっちゃったんだよね。え、ほんとナイス位置取りすぎて、綺麗に綺麗にここに収まったみたいな感じになっちゃって、もうそれで嫌になっちゃったんだろうねきっと。逆にそんな素晴らしいショットの、なんか私が壁になってこう遮ってしまったことが申し訳ないよね。なんかそういうの結構ある。中学校のさ時もさ、テニス部の片付けしてたらさ、野球部の人がさ思いっきりカキーンって言ったやつがそのままだよ、ワンバンなしでさカキンドーンってきた時があってさ、でもおかげでその時はちょっと痛いなって思ったんだけど、その後に待ってためっちゃ回収するやつ免除されたから、それはラッキーだなって思ったね、なんでインドネシアの話してたのに部活の話してんの私。誰この話になるきっかけ振った人、みんなを心配させる話を
披露してしまったじゃないか。でも普通に痛かったけど、本当に逆に当ててくれてありがとうって思っちゃった。頭にポーンってきちゃった。まあなんやかんやありましたが、写真集買いましょうというお話です。買いましょうって言っちゃった。レッツになっちゃったね。なんか本当にさ、みんなに会えなくて不安。私今まではさ、なんかもうスケジュールがそうだったじゃない、合わせてくれてたじゃない、なんかスケジュールが私たちを。もうなんか言ってしまえばもうこう強制的にもうさ合わせてくれてたじゃない。でやっぱりこのシングルに参加しないっていうことで、なんか本当にみんなに、まあ自分のね、ああいうなんかファンクラブとかもあったりするけど、もうそれもないと、あ、本当にこう会わなくなるんだって10年目にしてこう思って。まあ、コロナの時はもうさ、私たちがって話じゃなくてさ、もう世界がそうだったから、あんまり気には、そういう感じの気にし方はしなかったけど、まあみんなそうだもんねって思ってたから全然希望があったけど、会わないってなるとこういう不安のなり方になるんだと思って。会えなくなる、なんか不安になる。なんか私って本当に私のこと好きでいてくれる人いるのかなっていう気持ちになっちゃう。あんなさ SNS とかフォロワー数字ついてもさ、でもリアクションしてくれる人はその中でも数パーセントの人じゃない。10万人いたとしても10万人の人がリアクションしてくれるわけじゃないからさ、だから自分がやってたり発信してることがなんかあんまり何かに繋がってるのかなって思えなくなっちゃって、だから会える機会だとさ、あれよかったよとかみんなが言ってくれるからさ救われるし、なんかやるこうなんていうんだろうね、やりがいというか甲斐があるなって思うけど、なんかないとね一方通行だなと思っちゃって。だし今こうやってこうすぐにこうリアクションくれたりレスをくれるって言ったりするファンの人ほんね貴重だなって思うし、めっちゃ大事だなって思うもん。もっと反応するよっていうコメントあったけど、本当に真面目な、本当にさね今真摯にきっと言ってくれたんだろうと思うんだけど、可愛くて面白いそのコメント。もっと早く外せるよ。すでにしてくれてるのに一人の人に負担がかかりすぎちゃってるぞ。ちょっと今もみんな一応コメントしといて、ほら負担がすごいことになっちゃうから偏っちゃうから。ねえほんとね、善処します。上司私はあなたの上司。あ、1時間超えたって。いいね、なんか久しぶりにこの時間何も考えずに、いや考えないといけないことはあるんだけど、
いやゆっくりしてて幸せ。目の前にペンギンが落ちてるぐらいお部屋が散らかってるけど、焦ってなんかしなきゃっていうのはないから。インドネシアの遊園地で撮ってもらったペンギン、普通に屋台のゲームができる屋台みたいなのもあって、水にねアヒルが浮いてて、そのアヒルを釣ってアヒルに目印があったらその番号のぬいぐるみがもらえるみたいなやつがあって、私は当てられなかったんだけど、あっちの現地のこう案内してくれる人みたいなのも遊園地一緒に行ってくれて、その飛行機乗るまでに面倒見てくれたの。やっぱ運転手さんもいたんだけど、それプラス私たちだけだったの、4人だけで。でもなんか行きたいところとかさ、ここで有名で楽しめるところとか、そこついてもさ分かんないことがたくさんだから、土地勘とかさ、ここからここまではどれぐらいかかったか。でそれで1人また別にそういう紹介してくれる人がいて、ガイドさんってわけじゃない、あそうそうそう、コーディネーターさんみたいな感じの方がいて、その人がもう一緒に遊園地行って一緒に遊んでいやだから3日目も遊んでしかいないからその人がね撮ってくれたの、ペンギンちゃん。でもそんなペンギンがこう落ちてるっていう話だからあんまりいい話じゃないんだけどねキャリーから出してキャリーしまわなきゃと思って荷物と行くのによっこいしょしたそのままこう放置されてるっていういや本当にそれぐらい忙しかったの。荷物置いてすぐにこうレッスン行かなきゃみたいな感じだったから、にしてもずっとねここにいるというね。ナシゴレン美味しかった。美味しかった、めっちゃ美味しかった。量が多くてグッドでした。エビも大きくて美味しかった。りんちゃんは小さい頃怒られて叩かれた経験ある？母の名誉を見かけて言わないようにしておきますね。じゃあそれはナシゴレン少しピリ辛じゃなかった？私が食べたのはそんなに。でもおだりは何か食べて辛すぎて人知れず悶絶してたらしい食べ終わってしばらくしてから辛かったって、なんでその時言わなかったのって言ったら心配させちゃいけないなって思ったからって、すごい辛いのめちゃめちゃ我慢しながら食べてたらしい。わかんない、種類によって辛いのかな。私がね頼んで食べたやつは全然大丈夫だったよ。あパスタかな。いや私も辛いの無理、得意じゃない、ダメダメ。日本勢はみんなどこに行ったのかめっちゃ気になるな。私たちは本当に現地の方に聞いてここいいよみたいなところを言ってきたから、どうやって見つけてるんだろうみんな。あと私はインスタグラムで見つけた。
あ、全然今じゃなくて多分そう、いないと思うもん。だって聞いても帰ってこないと思う。でも私そのよく返信して、こう返信でこうなんて言うんだろう、行けるかな、行くかもみたいな言ってる人もやっぱりこの時期忙しいし、写真集もあるからやっぱりちょっと見送ったっていう人もいた遺跡見に行った。おー、ほんと？どこのだろう、どこで。てかどうやってさ、あそこ空港からあそこのライブ会場行ったの。私たちは車でめっちゃ時間かけて3、4時間、もうご飯も食べながらだったから3、4時間かけて行ったけど、でもなんか新幹線みたいなのあるよって言ってる人もいたんだよね。だって一人単独で海外行ってさ、じゃあこのまでってねえ。いやー、そうなんだ、やっぱ新幹線あるんだ。なんか新幹線の方が早そう何時間で着くんだろう。え、渋滞は、うん、すごかった。今回はそうだね、今回行ったところはちょっとね、私たちが降り立った空港からは遠かったね。インドネシアの電車は基本日本のお下がり。あ、そうなんだ、知らなかった。Wi-Fi も限られてる。そう、あ、でも全然今回は、今まではさ12人とかそういう人数で行ってて、一つあの Wi-Fi があって、それを4人ぐらいで使ってシェアしてたの。だからすぐに使えるこう電波の量っていうのかな、そういうのもすぐなくなっちゃって、もう海外行ってる時は基本的に SNS の更新ができなくて繋がんなくなっちゃって、今回もちょっとあんまり更新できないかなと思ってたんだけど、もう贅沢ですよ今回。この少人数ってことで1人1台ずつ支給されてそれでもちょっとそういう限界があるって知らなくて、好き勝手に調べ物してたら途中でねなくなっちゃったんだけど、そういう意味でも贅沢でございました。妹の Wi-Fi、 いつも妹の Wi-Fi、 これ豆知識だよ、知ってて損はないよ。今まで使ってたのは妹の Wi-Fi だから変圧器とかもねお借りするとねあるから便利だよ、自分で買わなくていいから、まあ、それに対してはお金払うんだけど。あ、全然フリー Wi-Fi とかもあるよ。でもホテルとかさ、全然私たちのことを知ってる人はいないと思ったんだけど、でもご飯食べてる時とか行く途中にね声をかけられて、ちゃんと私たちが AKB であるってことを認識してる方がいらっしゃって、その声かけてくださったの、現地の方が。それはびっくりした、嬉しかった。このまま知ってくれてたのすごいよね。朝ごはん美味しかったな。名前がわからないインドネシアの料理だから今ここであれが美味しかったって言えないんだけど、料理の名前がわかんないから。え、何言ってるかは全然わかんなかった。もちろんあの英語だったら知ってる単語とかをなんか聞き取れればニュアンスわかるかもだけど、もうあっちの言葉だったから
朝ごはんビュッフェだったよ。中華風が、あ、確かに、うん、そうだね。うん、そんな感じがする。遊びに来たよ今日はなんかやること終わったの。もう私はもうそろそろ終わりにしようと思ってたけどじゃあお風呂とかも済ませてようやくフリータイムに入ったってことかな。ハルゴンいた。ハルゴンさんご本人はお会いしなかったけど、でもハルゴンさんのお面をつけてる人はいたよ。今日は仕事疲れてやっとふり、ああそうだったんだ、お疲れー、本当にお疲れ。うん、私は、うん、でも明日も朝、まあまだマシか。まあでも午前中から踊ります。自分のセレモニーがとかもまあもちろんあるけど、でも昼夜って言ったら私は夜ずっとやりたいと思ってた曲ができるから夜すごい楽しみ。セレモニーとは別に。MV がすっごい好きなの。それの前田さんがめっちゃ可愛くてすごい好き。でも衣装は多分違うだろうな。あれおさりさんのじゃなさそう。しのぶさんが作った衣装の MV ではなかったから何の衣装だろうっていう。そこそこ前の曲、なのかな。うん、でもそうなんだと思う。でもいやパルさんとかね、レナッチさんもいたからめっちゃ初期ではない、初期ではなかった。こんな長時間配信してるし、なんかしばらくできなかったから義務感とかじゃなくて普通にやりたかったの。私がインドネシア話をしたかったの。全然それてますけど、でもやったことない曲もやるな今回。とにかく日本人として生きてるから、いやそう思ってくれてるのも嬉しいし、普通にもう来てくれたことが嬉しかったです。ありがとう本当。もうなんか感謝もあるし、シンプル嬉しいっていうのもあるんだけど、心強かったです、とても。ね、言葉がこう自分が思ったことを変換してすぐさまこう言える環境じゃなかったから、そういうところも不安だったし、自分の名前がこうね浸透してるようなそういう場でもなかったから、本当にグループと楽曲の力でこうなんとか成り立ったステージなので、それは痛感したな。そして多分おそらくだけど絶対何のことか分かっ
ってない人たち多数の中で強制エイトポーズをさせるという多分みんな分かんないんだけど、ちょっとこのさ、この人数でこのバッグでさ、ちょっとこのポーズで写真撮りたいよねってでも AKB 全体のでいうとちょっと難しいじゃない、正直。まあ A とかさ、 K とか B とかあったり、 P になっちゃったりするかも。だ統一感出してこうってなったらちょっとやっぱこれじゃないみたいになってみんなにさせました、このポーズでーイエーイ3、2、1って忘れたじゃない、 AKB48 で強制多分後ろの人、後ろの方の人とか何か分からずに、おー OK これねみたいな感じで撮ってたと思うやらせちゃったでも狙い通り写真見たらいい感じにみんな綺麗にやってくれてて、いい一枚。にやりね、相関。ちょっと早くインドネシアで撮った写真たちをまとめて載せたいんだけど、でもちょっとお仕事で載せなきゃみたいな感じのもあるので、タイミングを伺っているよ。でっていうかさ、まだビーバース撮れてる人ってさ、もうなんかさ撮れない人めっちゃいそうなんだけど、どんどんみんな更新のあれが複雑で脱落していったよね。結構いない？あれなんか最近コメント、なんか DM 来ないなって思う人いるもん。え、だってめっちゃいるんだけど。じゃあの写真たちどうしたらいいの？もうファンクラブかな。メールだとね、ダメなの。あれね、載せるとね、みんなの元まで行かない、重すぎて。いいので撮っちゃったから、その分ちょっと容量がバカでかすぎて、それと文章送ったら全然ね、あれ送ったのに全然みんなから返事来ないなっていうことがもうめちゃめちゃ多くて、泣いちゃった私も。送っても届かないんだもん。だからわざと画質がこう落ちるっていうか、なんていうんだ、フィルターがちょっとかかってて、あんまり重くないゲストとかじゃないと届かなくて。ファンクラブも多分そのままの画質で行くはずなんだけど、でもあれもね、一枚一枚なんかそういうサイトがあって、一枚一枚ペッてやってアップロードポチッみたいなことをしないとね、載せられなくてね、ちょっと大変なの。その分ね、 DM いいですよ。 Weverse は LINE みたいにポンってできるから。ウィーバースはもう本当に最高ですね。あ、でももちろんね、卒業後とか全然そちらでいろいろ載せていくことになると思うから、もう全然そちらメインで、まあインスタグラムとかも全もちろんやるけど。インスタグラムの DM 私ね、一個も見れないんだ、ごめんね。毎日ちゃんと DM 見、嬉しい嬉しいけど、ちゃんとてごめんね、なんかちゃんと見なきゃ感を出させてしまったのはもう申し訳ない。
そんなね、毎日そんなね見なきゃと思って、もう本当にこう私にこうね、あ、りんちゃんに癒されたいと思った時に見においで。なんか見ないと私に怒られるとか思ったのかな。怒んないよ、大丈夫だよ。あの、気が向いた時でいいのよ、そういうのは。ちゃんと見てるよ、じわる。なんか圧かけちゃったんかな、私。あ、見なきゃ、ちゃんと見なきゃと思いながら見てたんかな。ごめんね、なんか無理しないで。ストーリーも、そう、ストーリーのね、コメントも見れるの。なんかスタンプだっけ、ハート押すとこあるよね。あれはね、見れるんだけど、はあ、お腹空いてきた。やばい、ちょっとこのお腹空いてる状態で起きてると爆食いしてしまいそう。あ、別に爆食いするものお家の中いないけど、早くお風呂に入ってこの空腹を沈めないと。お風呂入る。みんな明日も頑張れ。私も明日は大変だから、お互い頑張ろう。カップラーメンなどないかな。あったら食べちゃうよ。スクショタイム、いや撮ってたでしょ、絶対絶対撮ってた。で、全然私が半目とかあんまり可愛い顔してないやつもう普通にあげるじゃん。可愛いのにして載せるんだったらもうなんか絶妙な感じのもさ載せるんだもん。じゃあ分かった、何のポーズがいいですか。これとかにしとく。これがしたって、うわー、りんちゃんが、りんちゃんが電話ポンズした、うわー、カシャ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 とはならない、ならないでしょ。じゃあ湧いてね、やるから。そうすると私のモチベーションが上がる。うお、うおの準備いい？いくよ。うお、湧いて湧いて。うお、ブレローテ。うお、盛り上がってる、盛り上がってる。いいね、いいね。今宵一番熱いショールーム、岡部りんの部。今このショールームが熱い。うわなんかお酒飲んでるって言われそう。飲んでないけどね。じゃあ終わりにしよう。みんなありがとう。じゃあね。なんか言い残すことはないですか。大丈夫ですか、壇上の皆様は。長時間怖いよ、そのコメント。私一体どれだけの時間配信したんだろう。まあいいんですよ、今日は、今日はね、そういう日だから。あります、何、もう話し尽くした感あるよ。またね、ありがとう、おやすみ。え終わりにしちゃうよ、大丈夫。ま、ありがとね、分かった。じゃあまた余裕があるときにやっていきます。
え、ほんとシンプルに夜やってない時シンプルなんかやってる。ちょっと応援して。はーい、はーい、テレマカシーはい、テレマカシー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 、2階席もテレマカシー、3階席もテレマカシー、アリーナもテレマカシーバイバイじゃあね、キビヨン、バイバイ。土曜はカラフル見てね。12時だよ。